はい、どうも、ちょっと待って、今、緊急で、すいません、ちょっと、生配信途中で終わらせてすいません。ちょっとね、視聴者さんの方から、やばい情報が、生配信中にチャットで来て、で、ちょっと急遽、ちょっと、マジかっていうのをちょっと試しにやってみて、マジで本当だったんで、ちょっと急遽生配信やめてしまいました。すいません。ただ、それ以上にやばい。え、これいいのって思うんすけど、これバグ？ちょっと待って、俺ウェルカムオファー爆買いしました。ちょっと待って、これ。結論から言うとウェルカムオファーを何個買った？ちょっともう数えてないんだけど、これ何個？ 20 個くらい買ったかな？ちょっとウェルカムオファー爆買いしました。てかね、ウェルカムオファー俺前の動画で、一人一個って言ったんですよ。てか、普通にかけて一人一個なんですよ。あれ、換金率的に考えて。特別に一回だけ買えるやつだと思ったんですけど、って言ったんだけど、なんかね、バグで今、でもこれ多分バグなんで、でも、バグだけど別にこれ違法じゃないよね。だって運営の、まあ、運営側のミスかもしんないけど、別にこの取引は違法じゃなくて、だから今だけになっちゃうのかもしんないけど、だから俺がこの動画を上げることはいいのかが、どうかもわかんないんだけど、あえて上げるわ。はい、ウェルカムオファー、これ爆買い、まだこれ検証でもある、みんなに、逆にみんなにちゃんと買ってちゃんと換金できたら、これエラーになっちゃうかもしれないじゃないですか。はい、で買い、これ買いました、ね、ちょっと換金していきます。で、今俺が4015コイン持ってるんですけど、これ換金率がえぐいんですよ。っていうか、とりあえずなんでかというと、普通だいたい1コイン、これ見れば分かると思うんだけど、だいたいまあ、換金率的に言ったら、だいたい一番換金率いい金庫でさえも、1万3100コインで1万5000コインだから、まあ、だいたい、まあ、ざっくり言うよ。1円1コインじゃないですか、だいたい。もうざっくりだけどね。1円1コインだけど、こっちは、260円で750コインの換金。しかも、いろいろなんか他に、ちょっと、まあ、多少だけどおまけついてくるじゃん。まあ、しかもエネルギーチャージとかもあるから、でかいじゃないですか。で、それが出てくるんで、ちょっとやばいと思うんですよね。やばいと思うんで、ちょっとそれを、ちょっと、ま、やっていき、ちょっとやばいぞ。過去一やばいぞ、これ。これ、いろんな意味で過去一やばいです、この動画は。いきますよ、はい、ウェルカムオファー。だって、換金率的に言ったら、ハロウィンぐらいやばいね、換金率的に言ったらね。じゃあ、ハロウィンじゃねえわ。ブラックフライデーか。ブラックフライデーぐらいの換金率だよね、あれね。はい、じゃあ行きます。とりあえず3倍ぐらいの換金率なんで。じゃあ行きます。とりあえず、ウェルカムオファー1パック目。スタンダードケーキ1個。はい、待って、これ、はい、これで、これを。で、これも全部。はい、もうこれ全部。はい、これ。はい。で、エネルギーチャージがでかい。イベントエネルギーチャージが。755個もでかいけど。で、あと、エリートギアも鍵ももらえるから。待って、これが、で1個で換金できた。1個換金できた。ちょっと待って、マジ興奮してる。俺は興奮してる。でも、この興奮マジわかるよね。この興奮マジわかるよ。はい、2パック目。さあ、これ全部換金できるの。さあ、もうじゃんじゃん受け取りましょう。もう何でもいいから。はい、もう、待って、やばい。え、待って。これやばくねえか、本当に。え、これバグだと思うんだけど。え、しかも今、5500コインでちゃんと換金されてるよね。ちょっと待って、これやばい。え？これウェルカ、あ、そういうことでもさ、これ、俺の認識不足、間違いかもね。ウェルカムオファーって、要は、シーズン7へウェルカムって意味で、今だけお得に買えますよって運営側の、だって、別にウェルカムオファーが、1アカウント1回ってさ、俺長年の経験で言っただけで、別にそういう規定はないからね。そういう規定はないから、だからウェルカムこれから、これが通常の仕様なのかもしんないじゃん。これが通常の仕様なのかもしんない。ただ買うのめんどくさかったけどね、何回もこれ、260、1回でボカンって買えないから、何回も買ったから、20何回取引したから、えぐいけど、ただ換金率えぐいんで、え、これマジでやばいぞ、これ、待って、これマジやばい。これマジやばいんで、え、これもうあれ？もうこれノー編集で出すこの動画。ちょっと待って、これやばいぞ。ちょっと待って、これやばいと思うよ、マジで。これマジでやばいっす、これ。これマジでやばいっす、ほんとに。やべえ、換金！これなんかすげえ。え、これいいの？ほんとに？これ大丈夫な情報だよね。これでも、一応、もちろんタダでもらってるわけじゃないんで、一応お金は払ってるんで、でも運営、正式な取引なんでね。だウェルカムオファーが別に1アカウント1回っていうのは俺の、まあ、長年の経験でも確かに普通に考えたらウェルカムオファーは1回なんですよ。1アカウントにつき1回。だ換金率が3倍だから、単純にね、換金率が3倍なので、だって1円3コインじゃないですか、これ。だから3倍お得なんですよ、これ。3倍お得。
単純に言っちゃうと。しかも、エネルギー、待って、しかも、待って、これ、エネルギーチャージが、待って、俺、どうせさ、そのうちさ、いっぱい課金するじゃん、ここも。だから、このうち、今買っといた方がいい。だから、別にコインは、シーズン7に持ってけるからね。やばい、やばい、待って、待って、待って、今、やべ、1万いった。1万いった。これ、換気率えぐいぞ。待って、これ、やばい。これ、どうする？え？大丈夫だよね、待って。なんかすげえ悪い気もしてきたんだけど、こんなに運営に、でもそれは運営が悪いよ。だってこれできちゃったんだから、できないようにしてくれよ。じゃあできないようにしてくれよ。じゃあ、でも俺いいの、これいいの、マジでやばいんだけど。これマジでやばいぞ。ちょっとみんな、ちょっと無課金税も、まあ1000円分ぐらいだったらもう買っちゃっていいんじゃない。1000円分ぐらいだったら絶対課金しない人でも、絶対課金しない人でも、まあ俺みたいにこう20何パック買ったかわかんないけど、20パックとか買わなくてもいいと思うけど、でも絶対1個は買った方がいいよ。絶対1個は買った方がいい。1個までは正式な取引なんで。てか別に正式な取引だよ。これ正式な取引なんで、これ違法じゃないですからね。マジ悪いことしてないんで。悪いことしてないですから、1個だけマジこれだけは強く言いたい。マジで悪いことしてない。というか視聴者もみんな買ってるし、これなんか視聴者から聞いた情報だから、視聴者ももう6パック買いましたとか、10パック買いましたとかあるから。でも運営が悪いよ。だとしても運営が悪い。だってさ、だって運営がその値段でも売ってんだから、無制限で買えるっていう。でもお金を払ってるからね。お金を払ってるんで、まあ運営にも儲けは多少あるわけだから。だってこの値段設定なんて要は運営のあれ次第じゃん。正直別にこの値段で1コインいくらですよって、そう、法律ないじゃん。大体さ、ガムだったらさ、大体100何十円かなとかさ、そう、大体相場決まってるけど、この値段なんて正直運営が決めることだから、何コインいくらなんてね。だから別に値段なんてないんだよ。規定なんてないんだよ。だから、それが今3倍で買える。もうこの機会で買うしかないだろ、これ。しかも、エネルギーチャージも地味にめっちゃ溜まってんだけど、これ。エネルギーチャージもちゃんと溜まってるよね。エネルギーチャージもちょっと溜まってんのか、ちょっと。今さ、あ、だって俺200、待って、これ配信多分、まあ今途中から見せちゃったけど、配信始まる、この動画撮る前は、さっき生配信でも見てくれたら分かると思うけど、250個ぐらいだったんだけど、待って、341個になっちゃった。これエネルギーもやばいぞ。ちょっと待って、これやばい。ちょっと待って。これちょっとやばい、マジで。マジで超興奮してんだけど。え？これやばいな。これ、やば。買いすぎたと思ったけど、全然いいよ、これ。最初買いすぎたと思ったけどね。興奮してバーってめっちゃもう連続で買いまくったんだよ、俺。買えるから。てか、いくつまで買えるんかなと思って。買えるだけ買っとこうと思って。まあ、10パックぐらいまで買えればいいかなと思ったんだけど。これちょっとやばいっすね、マジで。これ過去一やばいっす、これ。だって本当にだってさ、ブラックフライデーぐらいの換金率でね。ブラックフライデー確か1万円で3万コインとか。でもあれも、ブラックフライデーも1回限りなんですよ、1アカウント。けどこれ無限に買えるから、これ、廃課金税だったら絶対これ今の機会に買っといた方がいいよ。いや、マジで。俺も多分、下手したら、この後、まだ明日とかも、明日とかも買えるんだったら、多分、全部で100パックぐらい買うかもしれない。わかんねえけど。わかんねえけど。待って、1万9000いったんだけど。だって俺さ、始まる前4000だったよね。しかも、いくら分買った？だ20パックだとしても、5000円ぐらいでしょ。5000円ぐらいで全然何万。換金率マジエグい。待って、これマジやばいって。これマジやばいって言うと、これやばいんだけど、これ。なんかすげえ悪い気持ちにも、ちょっと、なんかすげえ後ろめたい気持ちにもなるよね、なんか。これいいの、本当に。いいんだよね、でも。でもいいんだよ、これ。ウェルカム多分、シーズン7の切り紙だから、その、シーズン6フィナーレのイベントの一環、これ。でも運営公式アナウンスしてないけど。だから運営が公式アナウンスしてないだけで、これも、シーズン6フィナーレのイベントの一環だわ。これ多分、あと2パック。あと2パック。あと1パックか。やべえ、これ待って、これね、これ最後なんですけど、750個。これ、話してる間に、これみんななんともちょっと麻痺してるかもしれないけど、これやばいことだから。話してる間にこんなコインゲットしてきて、2万コインいった。待って、やばい。換気率えぐ。やばいな、これ。もう本当に、これ。もうスピナーガチャぶっぱできるやん、これ余裕で。で、逆にここでスピナートークン買っちゃったりとかね。ショットクロック買っちゃってもいいし、これで。あ、でも、ショットクロックは円なんだな、こっちはな。スピナーは逆にもういらないんですよ。スピナーは多分、でも欲しいカードはそんなに、俺欲しいカードは、あとは、
だポジョもイベントでゲットできる。だからイベントでもゲットできる。カワイちゃんもイベントでゲットできるから、ランク欲しいでね。で逆にダンカンのルーキーオブザイヤー持ってないけど、別にそこまで欲しくないんだよ。別にハワードもそこまで欲しくないから、そこまでね、コインも今めちゃめちゃ欲しいわけではないんだ。うん、だからこのコインはぶっちゃけまあシーズン7に持っていく。このコインシーズン7に持っていけないとかないよね。そういう、違法だからできませんとかそういうことはないよね。だけど、でもなんか運営もなんかわざと、なんかさ、だってさ、こっちさ、こっちを円にしてるっていう、こっちコインじゃなくて、この、いや、このショットクロックをね、ショットクロックを、これを円にしてるコインじゃなくてっていうのもなんか、わざとなんじゃないか。だからこれを円にしてるってことは、ウェルカムパックが無料で今大量に無限に買えるっていうバグというか、とリンクしてんじゃないか、これ。だって、したらさ、そっちでさ、こっちでさ、あの、無料でコインゲットしまくってて、こっちでショットクロック買いまくって、カリーをゲットしちゃおうみたいなことも考えると思うんですけど、コインで買えるのはトークンだけなんですよ。これ多分、運営わざとだな。バグじゃないな、多分。ウェルカムパックが安くなってんの。多分。だと思う。いやでも違法ではない。これだけは強く言っておく。これだけは違法ではマジないんで、はい。こんだけ買いました。結局何個買った？ちょっと待って数えていい？24個ぐらい買った。やばい、待って、でも俺多分この後もまだ買うと思うんで、まあ明日まで、まあ終わっちゃってたら。終わっちゃってたら買わないけど、はい。とりあえずちょっとまだ2万コインまで今ちょっと行っちゃった衝撃なんですけど、これマジで、ちょっとやばいっすね。これちょっとやばいな。いいのかなこれ。そこが気になる。そこが気になるけど、でももう、大丈夫だねこれね。だってウェルカムパックは別に1アカウント1回ってのは別に公式の情報じゃないから、今までの経験から俺が言ってるだけで、別に、これは別に正規。はい、これ正規です。はい。もう断定します。チョモタケが言います。これは正規です。違法ではないです。皆さん、今、お得なんで、はい、ぜひちょっと買ってください。これ、修正あるかもしれない。ワンチャン修正あるかもしれないんで、はい。ちょっとこれ、ちょっとやばい。興奮してます。やばいです。これ。ちょっとこれ、やばいです。Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.